はい、ご視聴ありがとうございます。アゲンド県てっちゃんです。はい、休みの日ってなんか一日終わるのめっちゃ早いですね。もうこれ動画撮ってんのが今日の9時なんですけど、あっという間でしたね。はい、忙しかったです。でね、あ、そうそうそう、26クワガタのお楽しみボックス、ご落札いただいて、ご落札してくださった皆様、ありがとうございました。本日は発送しましたので、明日、届くと思います。はい、ということでね、今日はね、こちらの、まあ、最近26話だったの掘り出し多かったんですけど、これ一本だけね、これ一本だけちょっと掘り出していきます。もう浮かしてると思うんで。やっていきます。で、これが蓋がついてるのはね、イベントとかにも持ってった幼虫ですね。で、多分大きいのに入ってるだけあってね、オスだと思うんですけど、なんと見ない。なんつったってもわかんないもんね。わかんないっていうか、わかろうとしてないもんね。オスかメスかわかろうとしてない自分がね、ここにいるんでね。じゃあやっていきます。なんかすごくなってる。どうした？はい。やりますよ。硬い。なんかめっちゃカチカチになってる。これマットですね。ちょっと大きめのマットで飼育してたんですけど、大きめのマットというか大きめのボトルでマット飼育ですねしてたんですけど、ちょっと固まってますね。めっちゃ硬いっす。あ、危ね。ところどころ柔らかいところがあるんでね、気をつけながら、ちょっと崩さんとダメですね。買った、その人も買って、怖いけどね、こういうとこ。周りから攻める分にはね、別に怖くないんですけど。これ真ん中とか行っちゃうとね、怖いんですよね。あ、いたいたいた。かわいい。でもマットはね、そんな大きくならないですね。マットオンリーだと。危ない危ない危ない。マジで。一応かっこいいですね。何がいた？すいません。一応かっこいいっす。危ね。闘争心がね、すごいんでね。あら、かわいいクワガタですね。スマトラオヒラタっていうクワガタです。めっちゃ強いっすよ、これ。挟む力痛いですよ。一回ね、この先っちょに挟まれたんですけど。すごく痛かったです。あ、そう、今年からね、サイズ測るって言ってたから、ちょっとサイズ測りましたね。痛い！爪刺さった。ちょっと待ってて、ちょっと待ってて、ちょっと待ってて。ストップ、ストップ、ストップ。はい、ちょっと測っていきます。68。ちょ、閉じてるんでな、よう分からんわ。ちょっとこんな感じで75。あ、ちょ、ちっちゃいですね。ワットラは100ミリ超えてくるんで、あ、ごめんごめん、小さかったです。なんかでもこのぐらいのなんかスマトラがね、かわいい。でかくなるとかっこいいんですけど、このぐらいはね、かわいい。めっちゃかわいい。よし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 って感じ。よかった。完品。きれいきれい。なんかちょっとツヤもある。どことなく。いいですね。はい。ってことで今回の動画は、スマトラオヒラタの掘り出し、ございましたって動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。See you!